1食目になります。今日はね、プロテイン抜きのオートミールとマヨーグルト、バナナ、ブルーベリーと紅鮭、そう、普通に紅鮭、白鮭だ、白鮭とコーヒー 200g、 水、ウォーターローディングといったところでやっていきたいと思います。朝のね、今有酸素から帰ってきて、今日もだいたい35分から40分ぐらい有酸素してたんだけど、体の調子は、状態はすごい良いです、今。なので徐々に本当に絞れてきてる感じなんで、調子はすごい良い状態です。で、ご飯はですね、先ほどちょっと説明した通り、この今日はプロテインをですね抜きにして、あの鮭からですね、脂質も入ってるし、良質な脂質も入ってるし、タンパク質を取っていきたいなというふうに思ってます。それではちょっと食べていきたいと思います。塩をかけて、絶対うまい。骨とかもいっちゃうタイプです。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。朝のですね、肩トレが終わりました。大体45分間ぐらいで、今日も、ショルダープレスのインクラインのフロントとバックと、あとはミリタリープレスですね、を大体5セットずつなんで、全部15セットやってきました。はい、本日2食目になります。今時刻が8時48分で、鶏胸肉、あ、そう、ささみだな、ささみがだいたい120から30グラムと、かぼちゃ75グラムになります。はい、ちょっとですね、9時からちょっと急遽ミーティングが入ったので、あと9分ですね、ちょっと9分でかぼちゃとささみ食べていきたいと思います。1食目がね、6時とかに食べてるから、あんまりちょっとこの時間、4時間は最低でも空きたかったから、10時とかに食べたかったんだけど、ちょっとミーティングがあるので、トレーニング終わってすぐ補給していきたいと思います。炭水化物とタンパク質っていう感じです。かぼちゃやっぱうまい。17時間ぶりに食べるんで、めっちゃうめえわ。で、ベストボディまで、あと、今日がですね、10月の3日なので、10月3日か?そう、10月3日なので、あと6日ということで、ここからですね、もっと急ピッチに追い込みつつ、楽しむっていうことに、徐々にこう、焦点、フォーカスを変えていきたいなというふうに思ってます。では、ちょっと後ほど。
い、今本日2度目の肩トレが終わりました。はい、ジムから帰ってきてこれが3食目になります。今大体1時前、あ、そう、1時過ぎてるわ。1時10分とかで、これ鶏ささみ 200g と小松菜とかぼちゃ 130g になります。では3食目食べていきます。はい、3食目になります。これかぼちゃがね食べれるっていうのがでかすぎる。塩、ナトリウムローディングチャンネル塩めっちゃかけるのと、まあ10から 15g ぐらいとかぼちゃを食べていきたいと思います。かぼちゃやっぱうまい。かぼちゃマジうめえ。ほんでね、筋トレのね最後のワンレップとかもう昨日も言ったけど、かぼちゃが食べれるっていうのと、あとは本当に当日来てくれる人たちの顔を本当にもう思い出しながらっていうか思い浮かべて最後やってます。本当にね励みになってるからすごい感謝してるし、ちゃんとちょっと感謝の気持ちを伝えたいなと思ってます。はい、本日4食目になります。昨日とほとんど一緒だね。サラダ、コンビニのサラダ2パックと、まあ、エビキムチ、あとはえのきをと小松菜入れたっていうところと、今日はカツオですね。カツオがこれ210g ぐらい、最高で、メカブとこれですね、0キロ寒天ゼリーになります。これ全部で、まあ、410から20、30ぐらいのカロリーになってます。はい、それでは本日4食目を食べていきたいと思います。最高ですね。全部味付けは塩と、今日カツオはわさびと塩で味付けはしていきます。もうね腹減りまくってやばいけど、塩めちゃくちゃかける。最高すぎる。あ、めっちゃかかったな。やっぱ、ご飯を食べれるっていうのは最高ですね。前回4食目、あ、そう、3食目がだいたい1時とかだったので、少し、ちょっと、6時間ぐらい空いてはいるんだけど、今7時、ちょうど7時。今ちょうど7時だ。7時だから6時間ぐらい空いてるんだけど、今から4食目食べていきたいと思います。最高。えのきバカうまい。はい、半身浴終わりました。血管が本当に見えてきて、皮一枚で大会6日前としてはいい感じじゃないでしょうか。はい、ってな感じで今日もですね一日が終わります。もうそろそろ、今時刻は、10時59分、あと1分で11時というところになりますが、はい、あと6日ということでやれることは全部やってきたなというふうに思ってます。で、風呂の中でね、山形大会、ベストボディとモデルの山形大会の
あのファイナルのポージングのところ見せたんだけど、やっぱり結構ステージングがすごい大切で、ちょっとそのいかにこう自分を見せるかみたいな力はあまり正直あの強い方ではない、今現状では、まあ、今現状だとかあともう6日しかないんだけど、ちょっと残りのね数日間でやっぱりそこも徹底的にやっていくっていったところをフォーカスしていきます。筋トレとあとは、まあ、絞りは今順調に来てるので、ポージング見せ方っていったところを強化していきたいなというふうに思ってます。はい、なのでちょっとそんな感じで大会6日前のルーティン動画、ルーティンっていうか、まあ、1日の過ごし方というか1日でした。今日寝たらね、もういよいよ残り5日といったところで、長かったら本当に90日ちょっとかな、3ヶ月ちょっとの減量ももうそろそろ終わりに近づいてきてます。まあ、日本大会が11月19日にあるので、まあ、ちょっとそれに出るかどうかっていうのは、あの首都圏大会の結果を見て決めようと思ってます。山形で、まあ、3位入賞することができて、日本大会の切符も今手にしている状態なんだけど、ちょっとですね、やっぱりこう標準を合わせてきた大会で、どんなにどこまでこう自分が出せるかっていうのはすごい個人的にも楽しみにしているところではあるので、一旦は10月9日まで全力で駆け抜けたいと思ってます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。